わあ、やば。ちょっと今、やばいぞ。ああ、やばい。コードが切れそう。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はディアゴスティーニさんの作って集めるスヌーピー&フレンズの第28号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの作って集めるスヌーピー&フレンズの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。今回はですね、ルーシーの弟のライナスくんがついています。フィギュアとしてついていました。3人目ですね。こちらの考え事をする3人、この子はね、あんまり考え事してなさそうで、この2人はちょっと無表情で悩んでる感じで、この子はそんなに悩んでなさそうです。そして電飾が来てますので点灯できますね。あれ、ネジが袋に2つネジが入ってるんだけど、ここにもネジが1個入ってる。サービスかな。おまけが入っています。ちょっと待って、本当は何個かな。まず天井と基板と接続用のコードとネジが3本ということで、なんか1本穴が、あ、開いてる、穴が開いてて、じゃあ3本目ですね。3本、それから木とお家と、それから、あ、葉っぱのシートの A と B と C、 それからフィギュアはライナスくんです。はい、全部ありました。今回はこちらの夏のシーンのレンガなんですけど、葉っぱと木と、わ、これすごい上手。この木見える？後でゆっくり見ましょう。葉っぱと木とお家、それからこちらのですね、なりきりフライングエースです。こちらのスヌーピーがなりきってますが、フライングエースの天井、これですね、天井を作ります。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。ちょい、ちょっとじゃあそれの前に、こちらお気づきかと思いますが、買っております。なんかこれの天井はまってないよって言われて見たら、めっちゃ天井はまってなくて開いちゃった。で、下もあまり開いてはまってないな。なんかどうなの、今ね、こうギューってやったら入ったんで、浮いちゃったんだけど入りました。あ、違うわ、上か、こっちか、あ、ここの隙間のこと言ってる。ちょっと隙間あり、ここギュ、入った。ほら、天井 OK ですね。はい、じゃあ宇宙飛行士のスヌーピーは OK ですね。電池がもったいないので電池切ります。はい、それではフライングエースのスヌーピーを作るんですけど、ちょっとその前に、これからはね、電飾系が届いたら一回それがつくかどうかを確認するといいかなと思いまして、わー、やば。ちょっと今、やばいぞ。あー、やばい。コードが切れそう。はい、まずですね、これがつくかどうかちょっと先にやりますね。この基板が不良品じゃないかどうか、どっちでもいいね。あんまり基板は触らないようにして、そしてあんまり奥まで刺さない。あ、これは奥まで刺してもいいか。こっち、あんまり奥まで刺さないようにして。
ちょっとつくかやってみますね。パチ。あれ？あれ？これだけじゃ光らん。あれ？勘違い。これが光るんじゃない？もしや。あ、違うか。案外ここじゃなかったかもね。取説見ましょう。あー、どこかは書いてないな。どこに書くかは書いてないです。でもこれ組んじゃって大丈夫なの？なんかね、これでいくとさ、ここの気がするんだけどね。オンでしょ？ちょっともう一回だけやって。ここじゃないの？オン。光らんね。うん？進んでいいの？光らんけど。どう思います？まあやってみるか。じゃあ進みますね。なんか使えなさそうだけど。こっちにもね、なんか3段階になっちゃって、1、2、3で3番がオンで、オンって書いちゃったんですよ。だけどこれは間違ってないと思いますが、じゃあ順番通りやります。まずこれをカッターでデザインナイフ外します。どんぐらい？いっぱい？枯葉か、この色は。これは枯葉っぽいですね。2箇所止まってる場所があるので、その2箇所だけチョンチョンとすれば余裕で取れます。全部いっちゃう？ちょっと2個ぐらい残そうかな。じゃあ2個残しで。なんかカエルの足私の足探索カエルの足みたい。手足か。だけどなんかちょっとこれをね散りばめると思うんですけど、だよね。ちょっとこの色はちょっとおかしくない？だってさ、こんなに素敵にさ、こんな素敵な葉っぱ作ったのに、なんか落ち葉はまあいいとして、なんかどういうあれなのかな？この木からパラパラって落ちてるものなのか、それとも生えてるものか。もうちょっとね、もうちょっと緑に塗ろうかなと思います。あんま緑持ってなかった。こんな濃いめの色もちょっと入れちゃおうかな。切り取る前に塗った方が絶対良いです。カエルのお手手がいっぱい。あ、そうだ、裏も塗った方がいい。やりやすかったな。緑色があんまりない。ちょっと黄色っぽいの。あ、なんか全然ピンクだ。これダメだ。1個失敗。もうちょっと濃い緑が欲しいけど。じゃあ2個残しで。あ、
これ失敗したやつだったかな。あ、失敗したやつだった。まあいいか。そしてこれちっちゃいね。これもちょびと塗ろうかな。これも葉っぱだよね。半分ぐらい塗ります。裏も。あ、塗ってるうちに取れる的な時短。あ、破れそう。あ、めっちゃちっちゃい、破れちゃう。よし、よしじゃない、こっちも。この形は何でしょうね。新芽かな？米粒みたい。予備の2個残しでいきます。じゃあ全部予備が2個ずつ残った状態です。そしたらフィギュアをちょっとどかします。失礼。この斜面の上からボンドで塗ります。でバランスよく間隔空けながら貼りましょうということなので、ちょっとボンド用意します。はい、それではボンド用意して、でね、なんかこれにボンドをこうやってつけて、でそれをピンセットで貼るって書いてあるんですけど、ちょっとそれめっちゃ難しいと思いますので、ボンドで好きなところにちょんちょんちょんってこうやってやっていって、ちょっと適当ですけど、そこに葉っぱを貼っていきたいと思います。でこの上の方には貼りませんということです。ちょっと無数にこうちょんちょんして、見えますかね、ちょんちょんしてるの見えるね。でこの木の周りはこうちょっとこの辺を隠すらしいです、こうやって。なのでここにちょっと枯れ草をいっぱい、枯れ草はもうここ中心的に行こうと思います。重ねたりして、そっちから先やったらよかったかな、ボンド乾いちゃうね。ピンセットでってあるんですけど、私はですね、このローバシンさんが送ってくれた不思議な、なんかこれなんていう道具かわかんないんですけど、これがなんかくっつくんですよ、こうやって。それをこうやって貼っていこうと思います。じゃあ枯れ草からこの辺を周り攻めますね。この不思議な、なんかめっちゃ便利な道具、なんていう道具なんでしょうか。めっちゃ便利、本当に。この便利具合が伝わるかな。枯れ草をこの辺にちょっと緑も入れつつ、だって本当にちっちゃいよこれ。むしろボンドをこうやってつける方が難しいかも。あららら、ボンドがついちゃった、この鉛筆の芯に。ちょっと他のところもつけていこう。ボンドが乾いちゃうね。アウチ。めっちゃやばい、芝生がめっちゃつく。
できた。結構いい感じにまばらにできたんじゃないでしょうか。どうですか？じゃーん。ちょっとイメージ的にはここのこれとこれの境目のところに、木の幹のところの境目のところに枯れ草を置いて、あとはまあ散りばめたっていう感じです。上手じゃない？上手？いい感じ？褒めてもらい待ち。はい、ということで、そしたら瞬間接着剤でこれは固定していきます。木こんなん、あ、でも流し込みか。こんなん使えないかな。プラスチックモデル専用。これ使えたら楽なんだけどな。ちょっとやってみていい？どんなもんでしょう。うわー、めっちゃつけちゃった。大丈夫？あ、垂れる垂れる垂れる。ちょっと臭い。めっちゃつけちゃったよ。いいんじゃない？ちょっとつけすぎたかもしれんけど。もう一個、お家。絶対にポロリはできない。危ないわ。お家はこの向きで、こうですね。絶対ポロリはできないので、これはこっちに塗ろっかな。ピッピッと。んで、これをはめます。おうち、さすがにこれは合ってるでしょう。あれ？形が今、うわ、はい、できた。ちょっとね、チラ見えするお家って感じですね。誰ん家だろうね。はい、そしたら3人をまた戻します。順番はルーシーが、あー、全く世の中どうなっちゃってんの？それは僕にもわからないよ。それより明日の給食は何だろうね。ライナスか。何がそんなに悩ましいんだい、君たち、という顔をしています。世の中について悩んでいるルーシーと、明日の給食について考えているチャーリー。ああ、なのでした。はい、できました。はい、それでは天井板を作ります。こっちの裏側にして、これつかなかったんだけど、まあちょっと刺すとこもしかして違うかもしれんけん、つかんかっただけかもしれないんですけど、これをセットします。でなるべく端っこを持って、この特にこの真ん中の金属部分は汚れたり、あの手の指紋とかね、汚れがつくと電気通らなくなりますということだったので、アルコールで拭きましょうって書いてあったので、ちょっとこれアルコール染み込ませたので、ちょっと拭いてみますね。でもね、どうなんでしょう。本当？汚れた、そんな敏感な感じ？まあそもそもここに通すかわかんないんだけど、光らんけどね。からんままで大丈夫かな。ほい、
どこに刺しても光らない。ちょっと不安が残りますが、とりあえず接着とかじゃないのでこのままやってみます。じゃあこれをコネクターが右に来るようにして、こことここにはめました。でこことここネジか、ネジ止めします。なんかあったら外します。なんかドライバーが合ってない。まあ、軽く止めときます。はい、これで今回この LED はどこにも刺さないということで終わりです。で今作ってるのはこのフライングエースの天井なのでこうなります。はい、これと同じ形ですね。そしてお事件かな、事件だ事件だ。なんか都会ではね、5秒に1回出動してるとか言うけど、ここは珍しいです。島根県は珍しいです。はい、それではですね、こちらの3人なんですけど、この肘の部分に接着してちょん付けして、ここにねちょうど肘の形に合う塀になってて、トトトトトト壁が壊れた。でこの手がここで肘がここでっていうチャーリー・ブラウンの手の形と肘の形にも合ってる塀になってて、こっちもしっくりくる形になってます。で本当のお話はですね、ルーシーが、まあ、悩みがありまして、でもやっぱり強気です。でなんかあったな、2台通ることはめちゃくちゃ珍しいです。で救急車の音と消防車の音がしてるから、救急車消防車2台ってことは何かありましたね。これはもう本当に相当珍しい大事です。後で調べよう。はい、それではルーシーは人生の悩みについて欲しいのは答えだけって言ってて、弟のライナスはとぼけたことを返します。正しいか間違っているかの2択で答えればいいのと、チャーリー・ブラウン越しに、あ、でもこれはチャーリー・ブラウンいないんですけどね、まあそういうシーンの場所ですってことですね。でルーシーはポカーンとしたというお話です。かわいいね、ライナス。はい、それでは今後はこれで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。次回は夏のシーン、サマーキャンプ、床板、奥壁、左右の壁、スクールバスを作るということで、どこだろう、サマーキャンプ、また新しい部屋が始まりそうな感じですね。それからキャラクター大集合はスヌーピーのママということで、今後ねスヌーピーのパパだったんですけど、スヌーピーのパパとママってあんまり見たことなくって、ちょっとマガジンが面白い内容になりそうです。それからタンブルウィード、西部劇映画でおなじみスパイクにとっての乗り物、お兄ちゃんですね、お兄ちゃんの乗り物はタンブルウィードの内容です。結構ねスヌーピーはマガジンがとっても充実してて、読みやすくて面白いスヌーピーを紐解いております。はい、それではスヌーピーの組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そして探索ではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。
探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団してドライバーが入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。こんな感じでつくはずなんですよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ。週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。